こんにちは、エウレカです。今回はエウレカさんの趣味でございますリサイクルショップ巡り、これをちょっと気合い入れて回ってきましたので、その結果ご報告させていただきます。このリサイクルショップ巡り、なぜ突然気合を入れて行ってきたかと言いますと、ここ最近ね、エウレカスタジオちょっと改装工事中でございまして、先日アップロードした動画ではね、この後ろにテレビを飾っているとか、パソコンはあっちにあるとか、ソファーに座れるようになったって言ったと思うんですけど、そう、テレビがね、これソファーから座ってみる距離的に、まあ十分なサイズではあるんですけど、もっと大きなサイズ欲しいな欲が出てきちゃったり、あとはパソコンモニター、もっと大きいやつにしたいな、いろいろちょっと欲が出てきまして、じゃあちょっと偶然 ねポンとお休みをいただけたので、お休みになってしまったので、リサイクルショップどんなもんが売られているのかぐるっと回っていくついでにマクロスグッズあさりもしちゃおうということで、はい、がっつりと気合い入れて、回ってまいりました。で、何を買ってきたか、ご紹介する前に、写真でね、撮ってまいりました。まあ、買ったものでも撮ってないやつありますし、あとね、置いてあるけど全部写真撮ったわけではありませんので、まあ、とりあえずこんなものがいろいろ売られておりましたよっていうご紹介までにですね、写真をまず見てまいりましょう。まずは1店舗目から、フロンティア、劇場版フロンティアさよつばの一番くじでもらえたポスターということですね。これ B2 サイズだったかな、結構大きな感じのサイズでございまして、他の店舗でもねこれ売られてるの実は見たことあったんですが、シリルさんのやつだけだったんですね。で、全4種って書いてあったのが、あ、ちょうど4種揃ってるじゃんということで写真を撮ってまいりました。ランカちゃんのパターンと、なんつーかこの水着、二人とも水着パターンと劇場衣装パターン、これはエリクシアとクマクマの衣装ですかね、のパターンという風な感じで、まあなかなか迫力があっていいものだと思いますよ。ポスターってでもあんまり人気がないのか、このホビーショップとかではあんまりお値段的にはねついてないんですよ。やっぱりフィギュアとかそっちの方がなんかもグッズとしては求められるのはね、求められるものとしては、価値がつきやすいのかもしれないですね。ということでフィギュアです。こちらは普通に多分販売品のフィギュアじゃないのかな。このシェリルさんがね、予チュンになってて、ね、もうまるでもろ下着みたいな感じで予チュンになってるんですよ。これ、後ろ向きになったところ、想像して見てみてください。はい、次行きましょう。こちら、一番くじの A 賞。さらには、はい、別の一番くじのラストワン賞。ラストワン賞結構お値段いたしますね。販売品のね、フィギュアが6000に対して、ラストワン賞が7000、こちらの方がお値段ついてるっていう、まあそういう風な感じでしょうか。まあなかなか、造形的にはやっぱりこのラストワン賞なかなかいい出来ないような気しましたけど、一番はこの販売品、これが一番いいんじゃねえのかなとか勝手に思いました。はい、そしてこちらはですね、夢の国でポップコーンを詰めるバケットってやつですかね。が、まあ、先ほどね、オープニングの時にね、ウレガさんの後ろに映ってたと全く同じものでございます。あ、うちにあるのと同じだ。これとね、まあ、兄弟ではないですけど、ここ左側に映っておりますけどね。これも、ウレガさん持っております、ね。2体持っておりますのでね、ああ、もう売れるんだって。確かにね、この BB8、あと R2D2 のね、ポップコーンバケット、ウレガさん持ってるんですが、確かにもう売られてないんですよ。夢の国に行っても。なのでね、まあこういった中古ショップで売られてるのもまあ納得といった感じでしょうか。で、この1店舗目ね、その商品を見ただけじゃなく、まあちょっとアミューズメントコーナーがありまして、気になったのがこのサイコロキャッチャーってやつ。A 賞、ちょっとね、ちょうどなんかね、お一人様1日1台って書いてあるんですけど、ちょうど A 賞の方が隠れちゃっておりまして、1が、
サイコロ4つあるんです。それが全部1になると A 賞がもらえます。なんかシャドーバースエボルブとかウマ娘、なんかカードパックがもらえるみたいですね。で、4つでなくても3つのね、1のゾロ目であれば B 賞がもらえますよ。まあ、あとはね、オール奇数とかだったりすれば B 賞をあげますよっていうものみたいなんですが、はい、こんな感じね、カプセルの中にサイコロが4つ入ってて、これをすくって落っことすと。なんかね、エウレカさん一発で1のゾロ目3つ出まして、ということでね、 B 賞をもらってきました。まあ、これどれもらってきたか、これ後で、ご紹介いたしますね。はい、じゃあ2店舗目サクサクいきましょう。もうこれもたまる、見つけた瞬間うわーってなりましたね。ランカちゃんはい、さよならの千葉さん YF29 デュランダルですよ。ランカーマーキングバージョン、このね、あの要は板バルキリーっていうんですか、ペイントバルキリーで、ね、マクロス30っていうゲームね、生放送でウレカさんやったりしてるんですけど、それのパターンとかとはねまた全然違うものなんですよね。いや、これシェリルさんバージョンとかもきっとあったんだろうな。いや、これはね、もう、萌え萌えですよね。もう、この箱だけでね、箱置いとくだけでもう最高じゃないですか。もう、この箱絵だけで、ね、最高ですよ。ボックスアートってやつか、ですかね。そしてね、もっとテンション上がるのが出てきちゃいましたね。おっぱいバルキリー。しかもね、シールが200円で貼られてるの、これ、もともといくらで売られてたんだろうかな。ちょっと元値わかんないんですけど、まあ、どっかの、あの、店舗で売られてた時は200円なんでしょうね。これが800円ですよ。4倍に値上がりしております。すごいですね。すごいですよ。おっぱいバルキリー、たまらんですね。しかもこれなんか2種類入ってるって話なんですよね。バトロイドとファイター。確かにね、マクロス7見てると、あんまりガウォークでの活躍ってないんですよ。基本的にもバトロイドの状態で戦うシーンが多いので、なるほどね、ファイターと、ガウォークはあんまり出てこないな、という感じで。まあ、それ以外にもね、プラモデルはいっぱいありました。VF1J ミリヤキですね。3500円。なかなかいいお値段ですね。あとは、ほい。ウレイヤちゃんの旧ポスケットも売られておりました。ジェッタイライブのやつですね。で、あとは、そう、旧ポスケット、時の迷宮のやつもありました。これね、この後ね、ボンボンと出てきますから、よくよくお値段見といてください。センターにございますシェリルさんが税抜きで1000円ですね。で、ランカちゃんが税抜き1200円でございます。でね、右側の、なんだろう、中身未開封品ってなってますけど、右側の、こっちの旧ポスケット、なぜかね、色がなんかスッキスキなんですよね。なんなんでしょうか、こっちカラフルじゃなくて、こういうものなのかな。お値段2500円。こっちの方がね、古いやつになりますけど、お値段高いんですね、シェルさん。2500円となってございまーす。あとね、これちょっとね、一瞬凍りついたんですけど、ちょっと違った。いや、でもこれはこれで激レアだなーと思ったんですが、はい。もともと超時空要塞マクロスっていうのは、超時空シリーズっていう、なんか3種類あったのかな。その超時空シリーズの中の一つであったんですね。で、ここにありますのは超時空、なんだろう、ちょっと拡大してみようかな。超時空世紀オーガスか。なるほどね。のポスターを、なんかね、この、ファブリックボードっていうのはなんつうのかな、ボードに貼り付け、ポスターを貼り付けただけっぽいんですけど、まあなかなか仕上がりはいいですよ、いかがですかみたいな感じで、飾られておりました。もう絵柄見てもうわかりますよね。もう、あ、三木本さん。これ、一瞬ね、あれと思って、まあマクロスではなかったですね。いや、こう。でもこのポスターをこのね、ボードに貼り付けるっていう、こういうことも、まあ、これはね、まあいいのかも。これはこれで、材質もよく綺麗に作られています。書いてありますね。いや、これはいいなぁと思いました。ほい、次行きましょう。全然サクサク進まないな。3店舗目見てまいります。そう。先ほどね、2店舗目でね、もう思わずそのプラモデルね、面白いのも見かけちゃったのでね、こちらの店舗でもプラモデル関係をジロジロと見てきました。はい。SV51 ガンマ。
ノーラ・ブンカスキーちゃんの乗ってるバルキリーですね。もうこのコックピット内でも分化してるんじゃねえのかとか思っちゃうぐらいの、はい、下は VF0S フォーカーさんの機体。そしてそしてそして、ここからはフィギュア関係。そう、これね、実は先々日ぐらいに八王子かのリサイクルショップに行った時に、ブラウブルーメのフィギュアがワルキューレメンバー4人分あって、マキマキだけなぜかなかったんですよ、ブラウブルーメ。で、ネットで調べたら、マキマキのブラウブルーメのフィギュア、なんか値段めっちゃ高いんですね。いやー、なんぜやん、なんぜなんやろうとか思いながら、ね、その、やっぱワルキューレ5人揃ってたら、もうその八王子でもね、そう、エウレカさん、基本的にこの立体構造物を飾るのがあまり好きではないのでね、かさばるので、場所を取ってしまうので、なのでフィギュアを集めるっていうのはあまりしてないんですけど、まあ、ブラウブルーメね、衣装としてはとってもいいので、いや、これ5人揃ってたら買うんだけどなーって思いながら、そう、ブラウブルーメのマキマキを探す旅でもあったんですよ。でね、まあ、こう、パッと見かけたんですけど、うわー、残念、シュトラールの方だった。ああ、残念ということです。そして、一番くじのフレイヤちゃんありましたね、1500円。これでも、見てみてくださいよ。この、マキマキの、フィギュアに関しましては、これプライズですよ。いや、ゲーセンで取るタイプのやつ、一番くじのやつ、まあ一番くじもね、まあ基本的には1回600円から800円ということですけど、でもプライズと一番くじのお値段が一緒っていうの、これどうなのかなとかちょっと思いました。個人的に思うのは、値段的に高くなりそうなのが、販売品のフィギュア、次に一番くじ、プライズのってね、もっと安くていいような気もするんですけど、あ、マキマキ、そう、ね、ブラウブルメバージョンマキマキ高いからこそっていうのもあるのかもしれませんね。はい、フレイヤちゃんのフィギュアに、あと、こちらはなんかコラボですね。ラキスタっていうのがね、正直、ちょっとよくわからないので、なんなんですけど、はい、B 賞、C 賞、D 賞、なんかもう一個ぐらいあったかな、この奥に入ってましたけど、全部はちょっと写真撮らなかったんですけど、はい、E 賞だったかな、あったかな、はい。クラン、うん、ショーラー、あのセンターにあるのもね、この衣装も、これクランクランのコスプレなんですね。ランカちゃんのコスプレ、シェリルのコスプレってな感じ。はい、来ましたよー。キューポスケット、先ほどのお値段覚えてます？シェリルさんの方は確かに、あ、でもこれ A タイプ、B タイプ2種類あるんですね。まあいいや、シェリルさんの方は、同じように1000円だったんですけど、はい、ランカちゃんの方がね、200円お安くなりましたよ。はい、店舗によってね、まあ、ある程度、この相場を見て価格設定してらっしゃるみたいですね。このオフ、ん？うん、オフシリーズのお店、リサイクルショップ。ある程度そう、価格帯合わせてるみたいなんですけど、店舗によってね、こういう風に、なんか若干値段は変わってきてます。で、店舗によってはね、なんか何割引きみたいなシールが貼られてるところもありました。そしてね、はい、来ました。おい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 。桁は、まあ、変わってはいないですけど、額が突然高くなりましたね。はい。5000円でございます。これ、マジで、これなんでこんな高いのって、ね、これもね、早速ネットで調べたんですけど、やっぱりこれ、販売品の、フィギュアでございまして、元々の定価がね、税込みで、まあ、4000円ぐらいするんですよ。3800いくらとかだったかな。そう。元々の時点で高くて、で、さらに調べてみたところ、これ、買取価格が、ネットでの買取価格が、1体4700円ぐらい、みたいなこと書いてあって、ほー、なるほどね。まあ、元値が高いっていうのはあるんですけど、まあ、それ以上に、まあ、4700円、だから1000円近くね、元値からプラスされて、買取されてるっていうことは、まあまあ、レアなんだろうな、激レアさんなんだろうな、っていう、ああ、そういう印象でございました。サクサクいきませんね。4店舗目見てまいります。はい、こちらはね、あ、ちょっとまた一旦戻ります。そう、この4店舗目に関しましては、ハードオフとオフハウスなので、今まで見てきたのは、ホビーオフになるんですよ。このホビーオフだとやっぱり、フィギュア関係、充実してるんですけど、このオフハ、ホビーオフがない店舗だと、オフハウスの方でホビー関係取り扱ってるんですけど、ちょっと弱いですね。
弱かったです。まあ、写真で、撮りましたのはこの1枚だけです。はい、ランカちゃん。で、一応ね、画面内にはね、右側には VF-11B とか、まあ、そういったものも、はい、飾ら、プラモデルとしてありましたよ。はい、サクサク行きましょう。5店舗目。ここの店舗はね、ちょっと新しめの店舗でした。そう、これね、あ、なんか見覚えあると思ってこう引っ張り出したら、あれ結構お値段高いと思ったら、そう、過去のね、エウレカさんの動画、ちょっとね、過去の動画からちょっと引っ張ってきました。いきますよ。はい。この棚の上に乗っかっております、SD マクロスの基本のか、これスペシャルセットで3000円なんですよ。もうちょっと見やすい写真あります。はい。こちらですね。これ、おしゃれマクロスで販売されてたやつなんですけど、これね、おしゃまく行った時も実はエウレカさん考えてたんですよ。ただ、この時は、このおしゃまくに行った時は、まだまだそんなにね、このプラモデル関係、マクロスモデラーズに関しては力を入れてなかったので、まあいいかなーっていう風に買わなかったんですけど、そう、全く同じものではないんですけどね、値段って高くなっとるやんって、思いました。まあこのスペシャルセットっていうのは、なんだろう、復刻版っていう風な感じになるのかもしれないですね。40周年のロゴが入っておりますからね、こっちの方にはね、40周年のロゴ入っておりませんから、もしかしたらこのラベルに隠れてるだけかもしれないですけど、ちなみにこの写真に関しましては、兵庫県宝塚市で開催されております、兵庫県宝塚市にあります手塚治虫記念館で開催されているマクロス展でございます。今月の確か20何日までまだ開催されておりますので、現地にもしかしたらまだこの SD マクロス売られてるかもしれません。なんか現地に行かれる方いらっしゃいましたら、ちょっとこの3300円で買ってきてください。うん、めっちゃ欲しくなった。はい、進めていきましょう。はい、シェリルさんのまたちょっとさっきとは違う感じのフィギュアですね。これなんか白ウサから黒ウサに切り替わるなんか瞬間みたいな、なんかそんな感じの、あのね、なんか頭にはなんか白、でも黒、でもこの、なんかちょっとよくは、あ、失礼、ちょっと画面がね。はい、はい、次行きましょう。はい、ランカちゃんの旧ポスケットありました。2カラーでね、左側の方はちょっと日焼けしすぎちゃってるかなっていう感じですけど、まあお値段的に1000円。新しい旧ポスケットって値段そんな変わらないんですね。そんなもんなのかな。はい、来ました。ちょっとお値段高いんですよ。こちらのシェリルさんは。カラー違いかな。これがメインカラーの方なのかな。1500円と、お値段、先ほどのね、1.5 倍に上がっております。これが、時の迷宮の旧ポスケットの中では一番高いお値段でしたね。あと、ちょっとね、これ、ここの店舗、ジャンク品っていうコーナーが結構充実しておりましてね、なんだろう、壊れたおもちゃ、壊れたフィギュア的なのもね、結構な、お安い値段で、部品が足りないとかね、そういうのか、もう、かなり充実してね、置かれておりました。その中で見かけたのが、はい、VF-25F プロショップ専用。しかも途中まで組んであります。パーツは未確認です、現状。へー、なんかこんなものもあるんだなーっていう、なかなかジャンク品とかね、そういうところを見るのも、なかなか面白いですよ。そして、最後の6店舗目。はい、来ました。旧ポスケットの先ほどのセレルさん。最安値です。箱なしで500円。税抜き500円でございます。店舗によってね、いろいろあるんですね。そして、白うさのフィギュアも見かけたので写真撮ってきました。これね、ちょっと箱は結構傷んでるんですけど、このシェリルさんの笑顔がね、とっても素敵でした。今回撮ってきた中の写真の中ではね、このシェリルさんが一番可愛いかなーとか思いました。一番くじのやつでーす。そしてね、これ何なんだろう？デラックス超合金とか書いてあるはなかったんですけど、48分の1スケール。ね、プラモデルだと大体72分の1スケールってやつなので、まあ、それより要はサイズは結構大きめなやつなんですよ。税抜き1万円でございます。これね、ちょっとね、蓋開けられたのでね、中身も写真撮ってきました。こんな感じです。まあ、完全変形ということなのでね、ガウォークバトロイト。まあ、もちろんね、プラモデルでも先ほどのね、映っておりま、ジャンク品で映っておりました VF25、メサイヤちゃんも、
プラモデルながらもちゃんと完全変形するっていうことなんですが、これちょっと大きめのやつでね。このデラックス、これがデラックス超合金かどうかはわからないんですが、デラックス超合金って結構お値段するんですよ。中古でもやっぱり2万円オーバーで売られてるので、定価もやっぱり2万5千円とかなんですよ。なので、この1万円って意外とお安いのかなーとかちょっと思いました。はい。激レアさん見つけました。任命人形だあとなんか、バルキリーのおもちゃ見てくださいよ。マクロス20周年って書いてありますよ。ね、30周年とか言ってね、ここら辺の、なんだろう、劇場版マクロスフロンティアとかね、いろいろやってた頃が30周年だった、そのさらに10年前のおもちゃでございますよ。いやー、これもなかなかすごいな。はい、ということで、続きはスタジオで。でね、ここに、レシートが重なっておりますのでね、ここをちょっとチラリチラリ見ながらやってまいりますよ。まず、違うな。この上からか。こっちからかな。はい、まず1店舗目ですね。1店舗目が、ほい、アイテム。1アイテムですね。でね、これ1アイテムではあるんですけど、先ほど言いました、ちょっとね、クレーンゲームやってきましたのでね、クレーンゲームで撮った景品がこちらでございます。はい、電波クロック。これね、なんかアミューズメント系の時計って、だいたいしょっぱいんですよ。ただ電柱入れて、ね、その時計が動くだけ。いや、これはね、電波時計だから、時間もずれないし、ちゃんと合わせてくれるので、いや、これは、価値あるんじゃないのかな、と思いました。普通にね、電波クロック買うのにはね、3,000円はすると思いますのでね。これちょっと、まあ、実際部屋にはね、電波時計ちゃんとあるっちゃあるんですけど、まあ、もちろんスマートフォンとかの時計も電波時計ではありますけどね。まあ、これちょっと使ってみようかなと思います。まあ、100円で取れてよかったよかった。ほい。そして、購入した商品がこちらですね。ほい。ポスター買ってまいりました。先ほどのね、写真の中では、4つ揃ってたって、言ったじゃないですか。これね、4セットの中じゃない別のところに置いてあったやつです。あ、じゃあ、せっかくだから、全4種揃ってるのはそのまま置いといて、外れになっております。このランカちゃん、これだけはちょっと連れて帰ろうかな。ということで、買ってまいりました。ちょっと開けるのはやめとこうかな、これ。開けてたらね、キリがない。ね、何せね、まだまだいっぱいありますからね、見るものが。はい。1店舗目、こんな感じのポスターでございます。B1 だ。A より B の方が確かでかいんですよね。H。確か B の方が若干でかかったような気がする。逆かな？わからない。まあ、どっちかですよね。いや、かなりでかいですよ。マヤントへ行こう。いや、いいですよ。こんな感じでどうでしょうか。はい。マヤントへ行ってまいります。よし。じゃあ次、2店舗目行きましょう。2店舗目では、3点ご購入です。まずは、こちらですね。はい、先ほども言いました。いや、これは買わざるを得ないでしょう。でね、大体ね、こう、バーコードのところあたりにこのプラモデル系って定価が書かれておりますので、多分これが定価だ。1500円。1500円が、1200円。うん、プレミアついてないですね。いや、でもこんなん見つけたら買うだろ、普通。もう、これだけで飾っておいてもいいと思います。いやー、超素敵ですよ。もうこれだけで、いや、ポスター代わりになりますからね。いや、でもこれは組み立ててーなー。ちょっといきますよ。これシールがね、いや、もう、こうなんですよ。こう。ね。こう。やばくないこれ。なんかいろいろ、ちょっとこれ多分、ジェットのとこにね、足のとこに、ほら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 、アルトくんとかね、シェリルさんとか、いるわけですよ。これ最高ですね。いや、これはでも組み立ててぇな、飾りてぇな。お。100分の1デュランダルとかなんかありますね。100分の1だから、これは72分の1。72分、
あ、でもこれも100、これも100分の1だ。何気に。100分の1。ディスプレイモデルナンバーズ。まあいろいろあるんだろうな。まあ100分の1スケールです。だからちょっと小さめなんだな。まあメインがね、メインになるのが72分の1のパターンが多いっていうだけですね。はい、100分の1。ランカちゃん。いやー、組み立ててーな。なんかプラモデルもいっぱいありすぎるよな。そしてもちろん、この子も連れて帰ってきてるわけなんですよ。はい、おっぱいバルキリーです。ごめんなさい、おっぱいバルキリーっていうのはエウレカさんが勝手につけてる通称でございます。正確には、VF11MAXL 回でございます。バトロイドモード、ファイターモードの2タイプセット入ってるということで、側面を見ますとこんな感じですね。はい。2つの機体を組み上げることができるということです。144分の1だから、もっと、さっきのランカちゃんよりかはもっと小さいということです。お値段、これついてるかなぁ。あ、でも多分これだ。多分500円。だ500円の値引きが入って200円なんだけど、最終的には値上げされて800円と、うん、プレミアついてるってことですよ。ランカちゃんはプレミアね、さっきのランカちゃんはプレミアついてなかったんですけど、おっぱいバルキリーはプレミアついてるってことです。いやー、普通にこれだけでも最高ですけどね。いや、これはほんとな、しっかりと塗装とかな、できるといいんだろうな。あー、でもちゃんと可動式っぽいですね。この間、リガードちゃん組み立てた時に、知ったんですけど、この PC っていうパーツですよね。これ、なんだろう、柔らかい。ゴムではないですけど、柔らかいやつなんですよ。ここにブスッと刺さって、動く、可動するってやつなので、このおっぱいバルキリーちゃんも可動式だ。いやー。これも組み立ててえな。いつか組み立てよう。もうやることいっぱいありすぎですね。プラモデルやってると本当にキリがないわ。リガードちゃんも良かったけど、はい、ここら辺もやりたいですね。そして、3点目がこちらでございます。先ほどからね、後ろでこういらっしゃるんですけど、はい、フレイヤちゃんね。せっかくですからね、2人揃えた、武器役か、こうか、2人揃えてあげようということで、2人。揃いました。これね、ワルキューレ全員出しゃいいのに、なんでまあもちろんね、あのメインヒロインなわけですからね、フレイヤちゃんがね、それはわかるけど、せっかくのこの衣装、ウタマクロスとかでもあんまり見られなかったこの衣装ね、もっと出してほしい。こちらが A タイプ、色薄いブルーの方が、もうルーンがブルーっていうところがね、ちょっとこれ受けちゃうんですけど、はい、2台揃いました。おっと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 、飛んでっちゃった、飛んでっちゃったよ。こっち置いとこうかな、並べて置いておきましょう。さあ、3店舗目参ります。3店舗目でのご購入商品が、また3点になりますね。3つ購入しております。はい、まずはこちら、はい、プラモデルでございます。 YF21 ガルド・グア・ボーマンさんが乗ってらっしゃったバルキリーでございますね。まあ何なんでしょうか、なんで突然そんなマニアックではないですけどね、なんかそういうところ、エウレカさんなんで攻めてきたのかなと言いますと、これね、お店によってラッピングされてるもの、要は、ビニールでね、くるまれちゃってるものとかあるんですけど、大体はこう箱ごと置かれております。中が見られます。あんまり中見るのは良くないんでしょうか。ここら辺ちょっとプラモデルに詳しい方いらっしゃったらコメントを教えてください。開けるのってあんま良くないんですかね。開けてみましたところ、いや、もう、あ、これ買おうってなりました。なんでかっていうと、これ絶対ね、絶対追加されてるんですよ。間違いなく。これは、売りに出した人が何か中に入れて、店員さんは確認せずそのまま出してると思います。いきます。ポン。はい。ね、これ多分ポスターというよりか多分チラシなんでしょうね。はい、こんな感じの、はい、2002年11年ブレイクスルーということでね、11月、だから2002年、もう20年前ですよ。20年前のポスター、これあの2枚同じです。全く同じものです。はい、ねえ、これも多分天神さんのデザインなんじゃないのかな。
フラッシュバックに2012から天人さんがデザインされてるということなのでね、後ろに映ってるゴースト、いやこれ燃えるじゃないですかね。結局このゴーストっていうのが、まあこれマクロスプラスですよね。マクロスフロンティアになるとシモン・ヨハネ・テペロになって、それが最終的にカイロス・プラスちゃんの横にくっつくわけなんですよ。ね、このゴーストってすごいね、すごいですよね。いや興奮しちゃいますよ、そのゴーストなんですよ。いやー、あとね、入ってただからこれだけじゃないんですよ。いきますよ、これね、ちょっと待った、ボックスの、ね、ボックスの値段チェックですね。これは多分ここかな、2400円、税抜きね。でちゃんとここにバーコードがあるんですよ。言いますよ、バーコードがあります、このお値段は2400円ですっていう風になってます。なのに中に入っておりますシールの裏側にもバーコードがあるんです。ということはこれは全く別商品になるわけなんですよ。まあここ見ればまあ一目瞭然なんですけどね、オプショナルで買う。でね、これが裏か、VF1 バトロイド&ファイター YF21 対応だから、 VF1 にもこのシールデカールってやつですかね、貼れるし、この YF21 にも貼れるっていうことなんですよ。だからもともとお持ちだった方が、あ、このデカールハーローと思って買ったんだけど、結局組み立てずに、まあ売っちゃおうかということで売りに出されたっていうことですね。いやもうこれこれね、これ普通別売りのはずなんですよ。わーすごいですね。ただこれもともと VF21 用なためですかね、描かれている女の子はミンメちゃんですね、これね。はい、LA、ここに書いてありますね、 LM ワンナイトイン、パリス、リンミンメライブアクト、アクトディ、なんかよくわかんないけど、まあ、とにかくリンミンメさんって書かれてます。読めません。いやーもうこれはまあお買い得なんやろうなと思って買いましたよ。マクロスゼロ20周年記念アルバム、マクロスゼロ D、マクロスに、あ、ここにもマクロス20周年って書いてあるな。はぁ、マクロス20周年。でもなんか、ここの、この背景、このオレンジ色の背景、さっき VF1 の、これ、デラックス超合金かなって言ってた箱の柄と同じですよね、これ。多分。同じっぽい。へぇー。まぁ、ちょっとこの、かなり激レアなデカールを目にしてしまって、もうこれはもう即買いました。はい、そうしましたら残り2点がありますね。残り2点がはいこちらでございます。今回の中で一番の出費はこの2体で1万円です。ユキチが1人飛んで行きましたよ。はい。いやー、キャワワー、これはやばい。ねえ、もう、これは連れて帰らないとダメでしょうと思いましてね。ちょっとお値段高かったんですけど。いやー、最高じゃないですか。一応もう開封済み品ということなので、ちょっと、開けちゃいましょうかね。見ていきましょうかね。こんな感じ。台座が、お、黒パンこれはどこでもいいんだ。なんかね、この台座は汎用品なのか、どこに刺してもいいみたいですけど、まあ、こんな感じでとりあえず刺しますと、おい、みくもちゃんが出来上がるわけなんですよ。ね？黒パン。見えづらいかな。黒パンです。ほい。そしたら、どうなってたんだ？まあいいや。ほい、そうしましたら、いやー、お？なんか、注意書きが裏に貼られておりました。よし、そうしましたら、フレイヤちゃんも、そう、なんかこのネンドロイドコーデってやつで、なんかね、衣装の交換ができるということで、なんかこの、ここが変えられるっていう、そういうことなんですかね。まあ、さすがにワルキューレ内で変えてもあんまり意味はねえのかなとか思いますので、変えませんが、こうか、こうだ。はい、台座出てきまして、よっ、
ウエストこうな。ほい。おー。キャワワじゃないですか。どうだろうかな。どうかな。こう。顔も動くんだな。うん。何をやってるんだかな。これこんな感じでね。いや、これ最高に可愛いですわ。ええ。いや、気に入りましたわ。このチビキャラ好きですからね、ウルガさんね、なんだかんだね。リアル八都心でもいいかも、いいはいいんですけど、はい。このチビキャラ、可愛くていいと思います。よし、じゃあ次行きましょう。次が、1アイテムですね。ほい。次、何店舗目だ ?4 店舗目か。はい、4店舗目で買いましたのが、はい、こちらでーす。やばいね。これまたプラモデルなんですよ。ね、マクロスモデラーズなわけなんですよ。これ、塗装するとこんななるということなのかな。塗装しないと、まあ、ゆるかさんきっとね、塗装しないと思いますので、まあ、それでもこんな感じのランカちゃんが出来上がるということなのでね。いや、まあ、これも、もう極論、このまま飾っておいていいわけですよ。もう、これだけ見てるだけで幸せになれちゃいますからね。こんな感じですよ。ね。いいじゃないですか。組み立てる必要もないけど、でも組み立てるんだな、きっとな。一応すでにこれも開封済みなのでね。ちょっと箱も少し痛みがありますね。凹んでたりとか。まあでも、マークスファクトリーさんからの商品でございます。わあ、もう開けただけですごいわ。ね。おい、こんな感じで。あ、映ってなかった。後ろ見てた。メイクアップ、塗装、全塗装でイラスト再現しています。わあ、なんかいろいろあるんですね。おお、おお、すごい、ここ。ああ、いやもうこれだけで価値がありますね。このまま飾っといていいですよ。シールとかは、あ、シールあった。これだ。これがシールですね。シールは意外と少ないんですね。あら、あら、収まるのがないかだぞ。収まるのがないかだぞ。平らにならないぞ。それじゃあ、飛んでったよ。飛んでっちゃったよ。よいしょ。はい、こんな感じですね。まあ、そのうちこれも、いや、組み立てたいな、せっかくだからな。せっかくだからランカちゃん組み立てたいと思います。そのうち頑張ろうと思います。で、このポスターもなんか飾ろうと思います。しまうの後ででいいや。はい、こんなんガタガタやってないで次行きましょう。次、5店舗目では3点のお買い上げ。3点のまず1つ目が、はい、こちら。はい、ちょっと娘さん用にあんまりね、まだそのグッズとしてはそんなに多くないですね、スパイファミリーはね。一番くじの種類としても、まあそんなに数は多くないんじゃないんでしょうか。まあ、とりあえず安かったので、300円です。ほい。と、来ましたよ。ちょっとね、もうなんか、立体構造物はあまり買わないっていう風な話をしていたはずなんですけど、見つけてしまいましたよ。はい。最強歌姫ミステリアスヴィーナスのお顔が、お首が、いやもうこれはね、しかも、このみくもちゃんは先ほど言いました、イメージ的にね、販売品一番くじプライズなんですけど、これね、プライズじゃないんです。これ一番くじのやつなんですよ。それがね、たったの300円ですからね。いや、これは連れて帰らざるを得ないだろうと。ね、立体構造物ちょっと邪魔になるからいらねえなとか、そんなこと言ってる場合じゃないでしょうね。みくもちゃんがね、首もげた状態でそこにゴロンって転がってるのなんか、黙っていられ、見ていられるわけないんですよ。放っておけないんですよ。ということで、すいません。ガサガサうるさいんですが、ちょっとここでね、もう組み立てていきますね。あんまりちょっと、ね、かわいそうな姿は、お見せしたくないので、ちょっと画面外すような感じでちょっと組み立てますね。うわ、ショッキングやわ、これショッキングやわ、ね。こうですよ、こう、ここ。どうだ。難しい、この髪の毛。
チョココロネが、チョココロネが、こうか。よし。入ったな。よし。そしたら、足を、ぶっ刺して、けい！ほい。おー。これ、プライズのやつじゃないよな。プライズ、ちょっと、これ、後でネットで調べておこう。残念ながら、ちょっと、ここ、バラの絵が描かれてないですね。みぐもちゃんのね、パーソナルアイコンのバラが、ここはほんと入ってくるはずなんですけど。自分で描くか。まだ入るかな。よし。すごいですよ。このね、かかと、つま先、ヒール。うん。すごいです。この立ち方も。よし。ほい。ということで、1点、2点。はい、3点目が、やばい。ちょっと映せないかな。こちらですよ。先ほど言いました、そのジャンク品。これちょっと買ってきてしまいました。ちょっとしっかりと映せないんですが、ちょっと大きすぎるのでね、ごめんなさい。これがですね、映ってるかな？はい。VF21 メサイア・バルキリーあるとき、川森昌司プロデュースクリアバージョンプロショップ。ちょっと読めない。でも、なんとなくね、このラベル、昔のね、ビッグカメラのラベルなんですよね、これね。10% ポイント還元ね。普通に売られてたんだと思うんですけど、いや、これ、川森監督プロデュースとか言われたらね、しかも、この、スケルトンですよ。スケルトンなんですよ、これ。わかります？スケルトン。これもなんか世代ですよね。なんだろう。何でもかんでもスケルトンにすれば売れるみたいな、なんだろう、たまごっちとかなんかミニゲームが流行った時期があったんですよね。それもなんか気づけばスケルトンになってましたし、ゲームボーイもゲームボーイカラーっていうのが出て、それがスケルトンになったりね。もうとにかくプラスチックはスケルトンにすれば売れるみたいな。いや、買っちゃいますよね。そりゃ買いますよね。でね、まあ、ジャンク品で組み立て、途中まで組み立て済みでパーツが全部集まってるかどうかわからないっていう話なんですが、まあまあまあいいんじゃないですかね。いやー、なんかめちゃくちゃ中に書いてあるのも、なんかキャラクター紹介までね、ちゃんと描かれておりまして、いや、いいじゃないですか。で、ボックスには、ね、川森監督が映ってるわけなんですよ。いやー、素晴らしいですね。なんかちょっとここ文章こんな感じで書かれてます。はい、いやースケルトン、まあ要は塗装しなくていいわ。まあどうなんだろう。まあ、これも組み立ててのお楽しみですね。いや、これは組み立ててな、パーツ足りなくてもいいから、なんかいくらかね、頑張ってやってみたいなと思います。ほら、ほら、ねえ、メサイヤちゃんがね、手がついてる。あ、これシールだな。シール貼ってあるんだ。あー、なるほどね。ほら、メサイヤちゃんのお顔がスケルトンなんですよ。いやー、これは、あとこれ、コックピットの部分か。コックピットの部分も、動く、可動だよ。すーご。これすごいわ。おい。あれ？これ。おー！すごい。これ縁にもね、こう絵が描かれているんですよ。いや、これすごいぞ。ちょっと待った。いきます。これ蓋しればいいな。蓋しましゅね。蓋しまして、そうすると裏返すと、はい。うわー。最高じゃん、これ。偽りの歌姫。ああ、いや、もう。これで2000円ですよ。いや、この箱だけで価値あるわ。いやー、これ素晴らしいもの。いやー、掘り出し物でしたね。いや、買ってよかった。めちゃくちゃでかいですけど。うん。かさばるものばかりですね。はい。じゃあ、最終6店舗目行きましょうか。1、2、3、4、5点、ね、購入しております。はい、行きますよ。まずは先ほどの、はい。民兵に。
民名さん人形ですよ。キャラクターフィギュアコレクション。でね、これね、こうついてるってことは、多分これもね、クレーンゲームの多分アイテムだと思われます。あ、そうだ、やっぱりね、トルトルアイテムって書いてありますのでね。クレーンゲームでね、フィギュアコレクション。いやー。すごい。クローディアさんまでいるよ。ミリアとミサさんぐらいはわかるけど、クローディアさんまでいる。はぁ、すご。これは面白いなぁ。まあもちろんこのまま飾っておきますけどね。はい、続きまして、こちら。ほい。言いました通りね、20周年記念のやつ。でもね、さっきね、写真に写ってたとは実はね、違います。もともとこれなんか500円。でもね、これもね、やっぱり、来るだろう。あ、ここ。これ、ちょっと待ってくださいね。失礼。シールがちょっと剥がれかかってるけど、よいしょっと。これもそうだ。トルトルデラックスって書いてありますよね。多分ね。うん。トルトルキャッチャーデラックスって書いてあります。だからこれもやっぱりクレーンゲームの商品になりますね。マクロス20周年のマークが入ってるっていうことは、さっきのガルドさんの機体、これマクロ、おそらくマクロスゼロが、OVA で出る頃に出されたアイテム。多分そういうことかな。だと思われます。で、なぜ、さっき写真で写ってたのと違うのを買ってきたかというと、これもね、やっぱりね、ラインナップがありまして、全5種類、フォッカーさん、ヒカルくん、マックスくん、ミリアくん、一般機ということでね、1、2、3、4、5、そうですね、ミリアさん、ミリアくんじゃない。ね、1、2、3、4、5種類ということで、ミリア機だけなかったんですよ。何なんだろう、赤色とかピンク色はなんか人気があるとかそういうことなんでしょうか。なぜかね、ミリア機しか、ミリア機だけなくって、それ以外の4種類はあったんです。で、1個がね、意外とお値段するんですよ。3000円とね。だからこれ全部揃える。まあ、それこそエウレガさんね、言ったように、立体構造物を並べるわけにもいかないから、まあ、ちょっとレアだなと思って1個だけにしました。で、普通だと、要はフォッカー機を選ぶと思うんですよ。でここはあえてですね、あえて、ヒカルくんの、VF1J か、を選びました。まあ、これもなんかちょっとうまく飾っておこうかなと思います。シールが剥がれ変わってますね。そして、はい。こちら、これも多分写真に写ってたかな、キュンキャラ。まだね、ちょっとこれ未開封なので、これちょっと後でね、開けてみようかなと思う。今開けられっかな。ちょっとカッター用意するの忘れてたな、失敗したな。カッターがね、まあ、これだけ箱も傷んでるからな、気にしないでいいか。あ、よし、剥がれましたよ。なんかラインナップが一応ありまして、一番はこれかな。マスコットメサイヤ。あとは、開拓重機もいいですね。ダルマはちょっとあれかな。で、反対側、シェリルさん。あ、白黒に、なんだ、イテザ、違う、なんだっけ。忘れちゃった。はい。で、ラブスリンガーバージョン。あ、いろいろ、バルキリー少女、開拓重機、ダルマゼミナルバージョン。シークレットってあるみたいですね。へー。これは一番くじのアイテムなんですが、まあそれでもシークレットがあるってすげえな。へえ、さすがフロンティアですね。よし。開いた。開きました。あ、でもこれ開封済みだったのかな？どうなんだろう。後からセロテープで止めたのかな？よし、じゃあ開けてまいりますよ。すいすい。なんかちょっと嫌な予感がした。ほい、クロウサーシークレットでもなんでもなーい。なるほどね。このパターンはなんかいくらかやっぱ、いや、開封済みで、売られてるやつ結構見かけるので、まあごめんなさい。ランカちゃん、ヘウルカさんはランカちゃんが好きなので、ランカちゃんじゃなかったです。残念です。まあ、クロウサさん、はい、置いときましょう。まあちょっとね、これはおまけみたいな感じで300円で買ってきたやつと、あとは、これも写真写ってたと思います。はい。50円。これなんですけどね、これ買ってきた理由は、以前にね、
やっぱりリサイクルショップで買ってきました。これをと対をなすものなんですよ。最近ね、ビール飲むのにね、このプラスチックカップでね、よく、ちょっと上失礼します。よく使っておりますので、はい、コースター賞全2種ってなっておりますね。そのうちの残り1種が、これなわけなんですよ。もうこれはいいかな、箱いらないかな。さすがに痛み痛み、そう、マクロス30周年ですね。30周年のアイテムになっております。いや、もう、さすがにいいかな、これは。ちょっと、カッター用意してなかったのは残念。残念ですが。よいしょっと。おい、これでね、おい、揃うわけなんですよ。ピンクとブルーで、そしてコースターも、ちょっとね、このラバーコースターっていうのはね、単なる滑り止め、だからちょっとね、何なんだろう、あの吸水性のあるコースターの方が好きです。こんな感じでね、おい、おいほいほいほい、いいじゃないですか。でこっちは、フロンティア、こっちが、初代セブンのお二人で、裏面を見るとですね、ここら辺なんかこれシャノンアップルですよね、きっとね。そういったシルエットもね、いたりしてね、なかなか面白いんですよ。はい。なかなか、誰だかわかりますか？想像してみてください。誰でしょうか？どれが誰でしょうか？こんな感じでーす。さあ、最後の一点ですね。でね、ここまで来ました。これ、ね、さっき言いました。20周年の、ね、このプライズのおもちゃを、こう、ミリ焼きだけね、なかったのでね、一生懸命探して探して探して、うわ、ねえな、ご、ね、その5種、全5種全部揃えば、もう全部ちょっと連れて帰るんだけどなと思って探してましたら、はい、違うのが出てきました。こんなの。こちらはですね、マクロス15周年記念ということで、これもね、まあ、デラックス超合金ではないんですけど、完全変形で遊べますよっていう、そういうことだと思います。で、D タイプ、タンデムですね。ヒカルくんが、ミンメちゃんを乗せて飛んだやつ。で、なぜか、ちょっと、ヒカルくんじゃなくフォッカーさんになっておりますけど、VF1 で、いや、すごいなぁ。これ、開けてないんですよね。未開封品なんですよ。これパッチンされておりまして、後ろパッチンね。でね、これね、あ、後ろに、裏にラインナップあるかな。こんな感じのラインナップ。これ変形しないのかな？しないっぽいな。完全変形ではなさそうですね。でね、これね、一応マックス機もね、ありました。これかな？多分これもありました。お値段的にね、1500円ってそんなに高くなかったのでね。まあ、マックス機。まあ、でもわざわざ全部、そう。結局この立体構造物は置くだけね、もうスペースを取ってしまいますので、そんなにいっぱい置けないんですよ。なので、まあ、1個でいいか。VF1 でね。そう、さっき言ったようにね。ヒカルくんがミンメイさんを乗せて初めて飛んだっていうね、思い出のバルキリーであるわけですから、うん、これでいいかなと思いました。あー、でも、天才マックスって言われたら、あー、マックス機でもよかったかな。1500円また買いに行こうかな。はい。ということで、たっぷり戦利品見てまいりました。総額、25000円ですね。24800いくらとかになったと思います。まあ、大体そのぐらいです。まあ、一番高かったのは、こちらですね。ネンドロイドコーデ。これが一番高かったです。まあ、次に、これかな。ここら辺ですね。はい。まあ、こんな感じでね、リサイクルショップ見て回るだけでね、いろいろと楽しむことができますので、まあ、車がないとね、ぐるーっとね、いろんな店舗を見て回るっていうのは難しいと思いますので、まあ皆さんね、もちろんこのオフシリーズじゃなく、例えば、なんだろう、セカンドストリートとか、
トレジャーファクトリーとか、やっぱりね、同じようにそのリサイクルショップグループがありますので、まあいろいろ皆さんもね、ネットで調べて、近くの店舗行ってみてみてはいかがでしょうか。こういうふうにね、マクロスグッズいろいろと売られているかもしれませんので。ほんとね、今回、まあそれだけね、ぐるっといっぱい回ったのでね、そこまでしっかりと見て回れなかったんですよ。もっともっとね、探ればね、こういったね、ちっちゃいアイテム、もっと出てくるんじゃないのかなとか思いますが、はい。まあ、一応ね、エウレカさんの趣味でありますので、これからも続けてまいります。マクロスグッズあさり。そしてね、ちょっとプラモデルが今回ね、そっちにいっぱい積んであるんですけど、プラモデルやりたいもんがいっぱいあるわ、もう。ね、VF ガールランカちゃんもね、次やりてえなとか思ってたんですけど、フィギュアライズバストのミクモちゃんをやるのもいいなとかも思ってたんですけど、なぁ、今回のこのスケルトンだよな。レベル高そうですけど、ちょっとスケルトンちょっとやりたくなっております。まあなんかそのうち、はい、遊んでみようと思いますので、これからもエウレカスタジオですね、再生リストにこういったグッズ動画まとめておりますので、そちらの方も見ていただいて、これからもお付き合いいただけるとありがたいです。そうしましたら今回はこれにて終了です。だいぶ長くなっちゃいましたね。ご視聴ありがとうございました。